やっぱ白パンってちょっと苦手意識持ってる人も結構多いんじゃないかなとは個人的にね思ってます。まあ、こんな風にねやれたらそんなにね難しくなくっていうところもご紹介していけたらなと思ってます。オクテッドチャンネル。はい、どうもこんにちは。オクテッドメンズファッションチャンネルのムンです。今日はですね、春になると履きたくなる白パンの活用術をご紹介したいなと思います。ということでね、まあ、今日は、ちょっとね春が近づいてきたので、まあ、白パンっていうところにねフォーカスしてお話ししていこうかなと思います。はい、ということで、まあ、白のパンツねちょっとぶっちゃけると僕はね別に春夏秋冬、まあ、あんまり関係なく履いちゃうっていう感じなんですけど、まあ、どちらかというとねやっぱりこの今からの季節春先の方が履きやすいんじゃないかなと思います。ということで今日はねまあ、新作も入ってきたのでそれも踏まえてねちょっとこう大人の男性の白パンの履き方っていうところをね、お話ししていけたらなと思ってます。まあ、そもそもね白パン皆さん履くのかっていうところですよね。まあ正直ね、なんかこうやっぱ白パンってちょっと苦手意識持ってる人も結構多いんじゃないかなとは個人的にね思ってます。やっぱりかなりね明るい色ですし、まあ、シャツとかだと別なんでしょうけどことねパンツってなるとやっぱりこうファッションの大部分で締めちゃうので一気にねこう明るくなりすぎちゃって、まあ、ギャップもできるし、まあ、ちょっとキザっぽく見たりとかねなんかこうおしゃれっぽくなりすぎちゃって難しいなって思ってる人もねいるかなと思うんですけど今日はねその辺も踏まえて、まあ、こんな風にねやれたら、そんなにね難しくなくっていうところもご紹介していけたらなと思ってます。まあ、まずなんですけどこのね白パンっていうアイテムの、まあ、選び方ですね選び方をね紹介します。はい、ということで、まあ、基本的におそらくね白パン選ぶ時って多分この2本がまずはベースだろうなって思うんですけどそれがね僕が今履いてる、まあ、こういうちょっときれいめな白のコットンパンツ、まあ、ちょっとこうきれいめの形をしてる、まあ、本当にちょっとスラックス型のいわゆる白のコットンパンツそしてもう1本それが、まあ、これ今日持ってきてるアイテムなんですけど、まあ、こんな感じですね。はい、白デニム、はい、ホワイトデニムですね。まあ、基本的にはこの2本になるかなと、まあ、思ってましてたまにウールの人とかもいるんですけどそれはかなりやっぱりおしゃれさになってくるのかなと思うのでまずはやっぱりこういう白のコットンパンツかデニムから選ぶっていうところがベースかなとは思います。はい、それを踏まえて、まあ、その2本は正直ね僕は個人的にはどちらでもいいかなと思ってます。うん、まあ、デニムかコットンパンツかっていうところは、まあ、ご自身のファッションのこのジャンルだったりとか好みっていうところでね選び方変えてもらえば全然いいと思うんですけど、まあ、ポイントはあと選び方としてやっぱり、パンツの形ですね形ここは結構ね注意がいるかなと思います。はい、で僕がね今履いてるこのアントラミなんかは、まあ、ガガっていうモデルですごくね、細いんですよね。はい、でこれガガねめちゃくちゃ細いんでまあ僕このパンツの形自体はすごい好きなんですけど普段はパンツね31ぐらいをまあ目安に履いているんですが実はねこのパンツは32に変えてます。はい、わざとねちょっと32にしてるんですよね。でなぜかっていうとまあ31でも全然履けるんですけどこの31にしちゃうと足のねラインが結構出過ぎちゃうっていうところがねあります。はい、まあ白のパンツだとかなりねパンツ自体がやっぱりこうパキッと見えてでなおかつちょっとやっぱ若い印象が受けるのでどちらかというと僕はね綺麗にテーパードしてるパンツを選ぶのはいいと思うんですけどあんまりね足のライン形が出過ぎるようなこうスキニーとかねぐらいまで持ってってしまうとよりね、まあ、若々しさというかそういうのが出過ぎちゃうのであまりこう足の形が出過ぎるようなシルエットは選ばずに適度なテーパードっていうところが一番ねやりやすいんじゃないかなと思います。ということでね、まあ、こんな感じで選び方を踏まえた上で次はねちょっとこう白パンを使った、まあ、スタイリングっていうのをねいくつかご紹介していこうかなと思います。はいということでね、まずはこんな感じで、まあ、今日の僕のスタイルですけど、ジャケパン、まあ、タイドアップしてるジャケパンのスタイルですね。はいまあですねまあ白パンは、一応白っていう色自体は無彩色なんですけどでもねパンツで使ってくるときはあんまりこの無彩色的な考え方はちょっと一旦抜きにして基本的には色数抑えた方が絶対合わせやすいと思っています。はい、なので、まあ、僕の場合は今日だと、まあ、黒のねシューズに白パンで、まあ、中はそのまま白シャツにしてネクタイもまあ結構ブラック基調としてる感じですね。で、まあ黒のジャケットという感じで、まあ、色ほとんど2色しか使ってないんですけど、まあ、このくらいシンプルに合わせてあげた方が、まあ、ある意味ね、このやりすぎてる感じっていうのがあんまり出なくって合わせやすいかなと思います。まあ、ここで、3色4色とか色入れてしまうと一気にねこう難しくもなるし、何よりねちょっとガチャガチャして、まあなんか派手な印象をね受けやすくもなってしまうので、白パンっていうパンツ自体がもうかなり爽やかなので、あとはとことんね、まあ、削ぎ落とすような感じで合わせてあげる。ただ白白とかだとすごく難易度も高いかなと思うので、まあバシッとね黒で締めるようなイメージで合わせてあげれば、かなりねジャケパンでもやりやすくなるかなと思います。はい、というわけでね、まあ次はこんな感じで、デニム、分かりづらいかもしれないですけど、さっきのね、リプレイのデニムの方を履いてます。はい。まあスタイリングはね、ちょっと一気にカジュアルに。そしてまあもう少しね、春らしくしてみました。はい。まあまずね、このパンツですね。これリプレイの、この白のデニム。まああんまりこう、リプレイのパンツで、モデルまでお話しすることなかなかないんですけど、これ一応アンバスっていうモデルで、結構ね、履きやすいと言いますか、お尻周りに少しねゆとりを持たせてるようなパンツ、まあそういう形がね特徴になってます。なのでこうピッタピタにね履くことももちろんストレッチ効いてるんでできるんですけど、まあそれよりもこういうね適度なサイズ感と言いますか、適度な綺麗なシルエットっていうので選んであげても結構ねかっこよくなるので、まあこういうそういった意味ではあんまりこうね足のラインが出過ぎるのはちょっとだったりとか、少しね太ももにまあちょっとねまあ、張りがあるっていう人なんかでも、履きやすいようなね形なのかなと思います。なのでちょっとこうエレガントな感じにね履けるかなと思います。はい、でまあこのパンツ自体もね、まあ、まずはやっぱりこうダメージとかもね極力ないような本当にシンプルなものを選んであげた方が、合わせやすいかなと思います。はい、そしてまあ着こなしなんですけど、これねフィリップモデルのトロップ、まあ、スニーカーを履いてまして、インナーはねジョンスメドレーのグレーのニットで、ジャネットのね、シャツジャケットっていう感じです。はい。まあ、シンプルで、まあ、カジュアルなんですけど、やっぱりちょっとね、上品な感じになるかなと思います。まあ、合わせるこのアイテムが少しね、襟付け上品っていうのもありますけど、まあ、ここでもね、どちらかというと、やっぱり色合わせかなと思ってまして、まずはこんな感じで、結構ね、ストイックにと言いますか、極力ね、色数を抑えて、合わせてあげるのが一番やりやすいかなと思います。で、まあ、この白のこの色味っていうの、まあ、これを取り入れてあげれば大抵のものを合わせても一気にねちょっとこう春っぽさといいますか、若干こう軽さを出すことができるので、まあ、難しいなと思っている人はこういう黒とか、なんかチャコールグレーとかダークネイビーみたいな重ための色を持ってきてあげれば、それでねだいぶ中和できるかなと思います。ただそれだけではねちょっとつまんないよって人は次はねもっとこう春っぽい感じでね着替えてみますので、ちょっとねそれを参考にしてもらえればいいかなと思います。はい、ということでね、まあ次はこんな感じです。はい、同じくカジュアルですけど、まあ、もっとね春っぽくするなら例えばこんな感じもいいかなと思います。はい、ということで、アイテムですね。シューズはねパラブーツのスニーカーを履いてます。はい、ベージュのスウェードっていう感じですね。で、まあ、デニム変わらずで、で、上からね、ペルノの、まあ、マウンテンパーカーですね。これは春の新作なんですけど、こういう感じで、まあ、これも同じようにベージュを着ています。で、インナーはね、まあ、ちょっとこのブルーの、はい、差し色みたいな感じで、まあ、少しね、ちょっと、ね、色を足してるんですけど、まあ、例えばね、こんな感じが春らしいかなと思います。白とね、ベージュ、それからこのブルーみたいな、白ブルー、白ベージュ、まあ3つ合わせてもっていう感じなんですけど、まあこういうねやっぱ気持ち明るめのトーンの色を入れてあげると一気にね春っぽさ本当に出やすいので、これは、すごくねまあおすすめしたい色合わせかなと僕はね個人的に思っています。で、夏になったらこの白をね例えばハーパンにしたりとか、まあ逆にこのベージュ系をパンツに持ってきたりとか、そんなことをしてあげればかなりねこの色合わせっていうところではすごくねやりやすいかなと思いますし、黄金比かなと思っているので、こんな感じでね入れてあげるとすごい、まあ、おしゃれだし春らしさっていうのがね出るかなと思います。でまあ色をね足せとは言いつつも、僕もこのブルーをねちょっとまあインナーに持ってきたぐらいで、まあ、着てれば面積も少ないですしっていうところで、まあ、個人的には色をね足す場合もやっぱりまずはね差し色的な感覚で、例えば靴だけだったりとかインナーだけちょっと変えるみたいな感じにしてあげれば、まあ、全体崩さずにちょっと違うなっていうぐらいでね出しやすいと思うので、まあ、いきなりねこうめちゃくちゃおしゃれになりすぎるみたいなこともなく、やりすぎずに、まあ、コーディネートもね組めるのかなと思います。ということでね、まあ、今日はこんな感じで、ちょっとね、春が近づいてきたので、白パンのね、選び方と、それからね、ちょっと履きこなし方っていうところで、まあ、コーディネートをね、いくつかご紹介しました。はい。まあ、ちょっと苦手だって思ってる方は、まずはね、ベーシックなコットンパンツ、もしくはこのデニムっていうところからゲットしてもらって、それからね、基本はちょっとモノトーン軸ぐらいで合わせてあげると、まずはね、やりやすいかなと思います。その後は、まあ、こういうベージュだったりとか、少しね、色味のあるアイテムを足してあげても、すごくね、かっこよくなると思うので、まあ、こう段階を踏むような感じで、一つずつね、やっていただければ、おしゃれになるのかなと思います。はい。ということでね、僕らの動画は毎日8時に動画更新してます。ぜひね、チャンネル登録をお願いします。ということで、でした。バイバイ。